どうも。チンボブラブラブラリンチョコベチです。どうもお願いします。そろそろしてどうもハリウッド高橋です。今ね、名古屋にいます。明日名古屋の単独ライブとイベントなんですよね。夜が単独ライブで、昼が、ゲームイベントですね。ちんぼこザコシのクソゲーム玉国つって、いろんなゲームで盛り上がって、シュシュローじゃないかというイベントでございます。はい。で、その中に、僕だけじゃないんですよ。ザコシショウだけじゃなくて、ザコシショウの仲間たちも、出るイベントということで、今私は前乗りしております。明日も入りがね、10時ぐらいかな ?10 時 ?11 時だから、朝行くより、もう仕事、東京で今終わって、夕方に来まして、で今ホテルなんですけど、まあまあまあ、うん。で、今日の動画撮ってなかったねと思って、昨日がね、もうしんどかったんですよ。昨日がなんかね、企業系の、なんか、収録がありまして、それ朝早かったんですよね、6時起きだよ。6時起きで、で、終わったのが、4時で、生配信したでしょ、で、コンテンツリーグのね、ゲームの、グラディウスやってる時ヘロヘロやったで。もう。肩痛かったね。今日もちょっとだいぶ治ったけど。昨日の肩抜けるぐらい痛かったんですよね。でも、寝たら治ったな。疲れてたんだな。うん。最近なんかちょっと、この1週間、2週間、全然休みがなくて。もうね、こんな感じでやっておりますけども。ああ、じゃあね、今日は明日も出るメンバーの中で、ゆっくんちゃんもいるんで、ちょっと電話してみますか、ゆっくんちゃんね。ゆっくんちゃんは明日来るらしいです。もしもし。どうも。お疲れ様です。どちらさん？僕の名前は、はい、僕の名前は、うん、あれで、おなじみのゆっくんちゃんです。まあおなじみかもしれないね、もうね。はい、哀れで、はい、師匠のたゆまぬ啓蒙活動のおかげで、はい、南川さんのラジオでも僕の名前出していただいてました。南川のラジオってどんなラジオ？あ、 YouTube のサンスケとやってるやつ。あ、なんていう？まあまあ一応面識はほぼなくて、うん、ね、ちょっと遠慮もしながらだけど、ソニーにいてずっと長くいて売れないで哀れな人といえばみたいな感じで、うん、師匠の口からよく聞く、ゆっくんちゃんとかやろうって出てて師匠の広告効果が、ああ、はい、おなじみだな。はい、 あんなテレビ出てる他事務所の人にもね、すごいね、おなじみになったね。哀れで、はい、そんな哀れなおなじみのね、ゆっくんちゃん。はい。明日あれじゃないですか、俺のイベント出るじゃないですか。そうですよ。どうですか、緊張してますか？何ですか？緊張してます？本当に、カラーバーとかもありがたいんですけど、うん、ね、で、当然師匠はね、体調整えて、ゆっくり来られるのが正解なんですけど、
私スタッフ組なので、朝ちょっぱやなので、はい、まあまあ早めに寝ないとって気持ちだけ焦っておりまして、まあまあ、はい、だって緊張思いますけど、緊張してるかっていう質問です。そうです。だから今日ちゃんと寝れるか起きれるかの緊張というか、その緊張、はい、そのまず第一はライブに出れるか出れないか、出るね、結構300人、はい、400人のお客さんだから、はい、大丈夫ですか。あ、そのゲームのコーナーですよね。うん、はい、そっちも当然あれですけど、まずクリアしなきゃいけないのが寝るのと起きるので、明日怖いですよ、ゲームも。ああ、はい、ブルブル震えちゃって。いや、まあね、寝たほどビビり散らかしてはいないですけど、うん、不得意でおなじみのネタではないので、うん、でもまあゲームね、勝つ負ける、盛り上げる、おまけのおしゃべりでね、はい、哀れぶっかまさないように気をつけたいと思います。まだあるでしょ、おまけにおしゃべりじゃなくて、おまけに、はい、おつば。それに対して緊張とか言い方わかんないですけど、ないですよ。え、私は全部師匠のタイミングで急におつびかけられて苦しむだけなんですから。どうしようって、準備も何もないですよ。明日ね、はい、ゲームのイベントだけど、はい、たくさん罰ゲーム用意してますんで。ああ、なんか噂には聞いておりまして、はい、怖いですね。うん、はい、ゲームに負けると、はい、たくさん罰ゲームが当たるっていうようなイベントですんで、はい、ちょっとぜひともよろしくお願いしますっていうね。そうですね、ゲーム頑張って、はい、負けたやつはってことですよね。そう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 。普段僕別にゲームに負けてないのに、日常的にはいただいてるんですけど、あ、おつばが、それは別花なんですか。それは別つばでしょう。あ、そうなんですね。別つば、別つば。明日はその他のゲームメンバーもね、ゲームをやって負けたという落ち度があるから、最悪落ちびたりなんか食らうんですけど。そう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 。私普段生きてるだけなのに。うん。別つばなんですね。そう、別つば。いい、いや、別にその、強制的にいつもやってるわけじゃないじゃないですか。はい。強制的じゃない。どうですか？別に、かけなくてもいいよってことですよ。そんなに僕が嫌なのならば。そう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 。はい。それがどっちかという今、はい、質問をされてるんですね。はい。お願いしますよ。デジロがゼロになりますから。デジロ、はい、なるほどね。まああれですね、まあそのお笑いの佐賀みたいなもんですよね、お笑い。はい、うん、お笑い芸人の佐賀。そうですね。うん、そうですよ。ね、パンサー尾形さんとかだってでしょ、ドッキリ食らえば怒ってますけど。うん、そうそう、はい。で、そのドッキリもうじゃあなくなるよっつったらしょんぼりするわけでしょ、はい、そうですね。うん、佐賀ですよね。はい、ロマンシング佐賀。いや、全然関係ないでしょ。ストーリーも難しかった。お前佐賀ってやったことある？ゲームボーイの。あると思う。あるんですよ。ただなかなかあんま覚えてないというか、剣が消費されるんでしたっけ。そう、ロマンシングサガも、ゲームボーイのサガも、はい、剣を50買うんですよね。50とか100とか買うんですよ。はい、で、1回使うと減っていくんですよ。
99とか。ですよね。そう。だバカ強いやつって強いんだけど、僕ずっと出し惜しみしてた記憶もあるんですよ、ね。だから、あのね、あのゼロ、ゼロになると壊れちゃうから。はい。だから、ね、そう、あの、だから結局、はい。物質だからってことなんですよね、多分ね。疲労破壊というか。そう、だから、手裏剣、はい、手裏剣99個あっても、はい。1個、2個、3個、4個ってとこ投げていくと減ってきちゃうっていう。はい。だから、なるほど、はい。だから、その、感覚的にはおつばと一緒ってことですよね、だからね。急にわかんなくなりましたけど。え？ゲームの？ゲームボーイの？ロマンシング、ゲームボーイの、つばじゃなくて、サガなの。サガ、サガ。うん。つばじゃなくて、サバ。はい、サガ。はい。それの、つばが？つばも、限りあるよってことです。99で買う。買う。買ったの僕なんですか？ 自分なんですか？いや、あなた、あなた、あなた。あ、僕買ったんだ、セカンドマンに。そうそうそう。あ、すみません、無意識に。無意識でした。1000ぐらい買ってません、もしかして。え？知らない間に。いや、だから、あの、亡くなったら補充されますから、またね。あ、そういうことなんですね。そうそうそう。僕が知らぬ間に亡くなり次第、また自分で買ってるんですね。はい、ゴールド亡くなったら私がおごりますんで。あ、そういうからくりだったんですね。意識、自意識はなかったんですけど。そう。ゴールドが亡くなったら私がおごります。はい。ゴールドもおごってくれるし、おつびもくれるという。ラスボス扱いじゃないですか。ほぼ。いや、でもね、そのゲーム、よくゲームやってた。僕、まあまあやってたと思いますけどね、サバやってましたよ。うん、例えば何やってた？ゲームボーイ意外とやり込んでましたね。あ、ゲームボーイね。ワリーマーの冒険とか。あの、白黒の時からやってた。はい、むしろカラーになってからはあんま、みたいな。あ、レッドアリーマーの冒険みたいなの面白かったし。嘘じゃないの？それ、レッドアリーマーじゃないでしょ。あれ記憶違いかな。レッドオツバじゃないの？はい、これは、ちょっと血が混じったオツビなだけでしょ？死に食えん。何か知らんけど。レッドオツバ。うん、死に食えん。死に食えん。レッドオツバの死に食えん。病院行けって話ですよ、そんなゲーム。え？そんな症状だったら。家庭もん食っちゃいまいましたってことですよ。はい。それで歯茎が腫れて、腫れて。うん。歯医者行けって話ですから。あ、そうですか。はい。いや、ボスが歯医者でしょ、だから、ボスが。ああ、そうなんですね。うん。他なんかやってた？他は、本当に、あれですよ。ゼルダ、ゲームボーイ版の。ゼルダの伝説？はい。嘘違うんでしょ？気持ち違いかな、はい。おつばの伝説ですよ。あ、そっちだったんですかね。つばの出る島じゃなかった。つばの出る島？これ何に？ゼルダの伝説と夢の見る島じゃなかった、ゲームボーイって。サブタイトル忘れて。多分そんなんですよ。ゼルダの伝説と夢の見る島です。あ、そうですか。うん、だから、ツバの出る島。ツバの出る島、くっせいだけでしょ。ツバフォース集めて。ツバフォース。はい。他なんかありました？ゲームボーイ。あのね、あれですよ。名前忘れちゃったけど、エキサイトバイクみたいなのやってました、結構。そんなんあったん？ゲームボーイの、はい。面白いやつあったんですよ。あれじゃないの？はい。エキサイトオツバじゃないの。そうか、タイトルをちゃんと言わないといけない。そうや、そうや、そうや。タイトルオツバ大きいじゃないの、そんなの。あ、すいません。何わからないですけどじゃないよ。すいません。ガチの記憶のゲームを言っちゃいました。ゲームボーイ以外なんかやってた？あのー、
本当にファミコン、スーパーファミコン、普通にちゃんと通ってきたので。あ、ちゃんと通ってきた。じゃあファミコン、はい、ファミコン何やってた一番。ファミコン、やっぱり思い出に残ってるのは、最初に買ってもらったのが、ツインビーですね。あー。はい。おつばび。おつんび。そう、びがあるから、いろいろできそうですけど。ずいぶんタイムラグがありました、ね。おつんび。おつんび。それで来ると思ってたんですけど。あ、おつんびね。うん。はい。おつ、あ、ツインビー面白かったよね。面白かったです。はい。うん。ベルの色でね、とか。超難しいけどな。そうっすね。弾がすげえ出て。もう。分身と、はい。バリア一気に取れねえだよね。そうっすね。バリアで3方向が。お前どっち、お前どっちやった？僕バリアで。バリア。キャンディで3方向。なるほどね。まあ、分身はな、なかなか死んじまうもんな。そうっすね。結局。で、じゃあ、あなたバリアね。はい。じゃあ私、分身取って。はい。三人からおつばで、どうですか？どういう、今、話をしてるんですか？ツインビーの話してたのに。え？知らぬ間に対戦型の。ああ。空想ゲームになってます？他なんかあるか？ファミコン、やっぱり、ロックマン2が最近面白かったですね。オッツバー2ですか。オッツマン。オッツマン。オッツマンシリーズ全部面白かったですよ。うん。オッツマンね。ドクター・ワイリーが。ドクター・オッツバー。スーパーファミコン何やった？スーパーファミコン。スーパーファミコン、やっぱりやりまくったのはスト2ですよ。ああ。はい。スーパー、ストリートファイター2か。ストリートファイター2。うん。ストリートで、眠てルール2でしょ。ストリートで眠てルール 2？ そんな、樋口くんみたいなゲームないですから。え？樋口さんみたいな。ストリートで、それ言えんのか2じゃないの？ヒットするわけないでしょ。あ、そう。MMA で眠て試合やって。え、明日何時の新幹線なんじゃ。明日651なので。うわ、早っ。はい、はい。そうっすね。5時50分起きです。会場何時なの？なんかね、すごく余裕を持っての私、下っ端は入りなんすよ。あ、そうなんや。はい。へぇ。あっち行って、1時間半か2時間もぼーっとするわけだし。だったら別にな、9時ぐらいに入りでええやんな。っていう話なんですけど、まあまあ、というね。うん。我々には、そんなんを言えるあれではないので。じゃああれだな、お前出るその、はい、ゲーム玉国？はい。で、出る頃にはもうあれだな、眠てルールになってもらうな、それな。まあでも、ね、今から、ね、まあまあ寝れるっちゃ寝れる。その、リンスさんに聞いたら、あ、また時間もずれるのか。リンスさんがね、今日朝まで、バーで、おみたいなね、そっちの方がもしかしたら寝れないんじゃないかとか思って。ほんまやな。はい、朝までバーで、ほんで、寝ないで来んのやろ？ほんで、新幹線寝んのか。新幹線寝るってたってな、名古屋だから1時間半ぐらいしか寝れないよな。はい。で、ちゃんとしたあちらの、あの人たちの入り時間知らんですけど、12時入りぐらいなんですかね？わかんないですけど。あ、確かにな。はい。うん。でもリハが多分10時ぐらいにあるから。あ、じゃあ全然寝れないんだ。うん。それ考えるとちょっと嬉しいですね。なんで人の不幸、やっぱ嬉しいんやな、人の不幸が。嬉しいです。あ明日ずっとリンさんが気だるそうだと思ったら、今から嬉しいです。
お前、ほんと性格悪いよな、ほんと何。あの何、もうこの間も言うたかもしれんけど、ほんと、な、別に貧乏じゃねえのにすげえ癒しいよね。そうですね。ほんとに。で、しかも、お父さんもお母さんもモンスターペアレンツじゃないんですけど、僕なぜか性格が悪いんですよ。もう、持って生まれたというか、誰の影響とかでもなく。お前からだろうな、だからな、ずっとその、先祖ずっと性格いい人だったんだけど、お前から性格悪くなっちゃう。そうですね。っていうことでしょう。純粋悪。うん。はい。不思議ですけど、否定ができないという。うん。で、あれだな、だから、結局、おつばで消毒しないといけないかもしれないな、それな。夜直しでやっていただいてたんですね。師匠は。そうそう。まあ、つばつけとけ治るって言いましたもんね。ああ、言うでしょ。うん。猫とかな、子供とかずっと舐めてるでしょ。はい、ああ、そうですね。あれだ、ね、傷口舐めたら治るっていう感じだから。はい。うん、つばかけたら治るです。本当に傷口そうでしたね。うん。まあまあいいや。じゃあ、とりあえず明日よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。はい、じゃあ、お楽しみください。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、明日、ね、もう、チケットが全部売れちゃってるんで、もうどうしようもないんですけど、当日券がないんで、いろいろね、イベント、クソゲーム玉獄と、名古屋の単独ライブね、ありますんで、ぜひ、来られる方はよろしくお願いしますっていうことですね。はい、お前行ったなツアーね、名古屋、明日お楽しみください。どうもありがとうございました。カラバートークでした。ありがとうございました。はあ。